本日のお車は三菱の i です。こちらエンジンが前ではなく後ろに位置するミッドシップレイアウトの新開発プラットフォームを使った軽自動車となります。またプラットフォームだけでなくエンジン、トランスミッションも専用品でした。そしてもうお分かりだと思いますが、中身だけでなく外観も他に類を見ない、今見ても新鮮なデザインとなっています。ただ要はハイトワゴン全盛期ということと独特なデザインもあり販売は苦戦。当初はターボグレードのみでしたが、 NA が追加されたり廉価版が出たりと頑張りましたが、ベストセラーとはいきませんでした。この MR プラットフォームを生かしていろいろな車種を出す予定もあったようですが、 i の不振と三菱のあれこれのせいか、結局 iMiEV が出たぐらいでこのプラットフォームは終わってしまいました。ああもったいない。ただエンジンの 3B20 はこの後の日産デイズ、3代目の三菱 EK ワゴンに流用されますが、基本ターボ用に開発されたエンジンなので NA だといろいろ物議を醸し出すのはまた別の話です。フロントマスクは餌を頬張ったリスのような形となっていますね。大きく膨らんだフロントバンパーや一本式のワイパーなどがコンセプトカーの世界からそのまま出てきたようなイメージを持たせてくれます。で、小さなボンネットがありますが、その中にはウォッシャー液やバッテリーが入っています。横から見ますとザ・ワンモーションフォルムといった形でですね、もうこれは卵と言っても差し支えない形だと思います。また MR レイアウトのためですね、ホイールベースが 2550mm と非常に長く、タイヤがボディの両端に配置されているというのがよくわかります。で、こちらリアスタイルですね。こちらも膨らんだリアバンパーというのがやはりどこかコンセプトカーを思わせるような、ちょっと他と違うデザインというのを想起させてくれます。ちなみに MR なのでタイヤサイズはリアの方が一つ大きくなっております。で、こちら惜しむなくはやや背高に見えちゃうところですね。これの横幅を広げた普通車バージョンなどあればちょうど良かったのかもしれないかなと思ってしまいます。タイヤサイズはフロントが14565の15インチ、リアが一回り大きく17555の15インチとなっております。タイヤの銘柄は横浜タイヤの DNA アースワンですね。この車10万キロ以上走ってますので純正装着ではなく後から取り替えたタイヤだと思われます。ちなみにミッドシップ車のリアタイヤが太い理由ですけれども、重いエンジンが後ろにある、そして駆動輪が後ろであると、それらの負荷に耐えるために後ろを太くしているということですね。じゃあなんで MR を逆にしたレイアウトの FF 車はタイヤサイズが前後同じなんじゃいという疑問を抱かれるかと思いますが、 FF 車は前輪操舵を兼ねていますので、あんまり太くしすぎるとハンドルが切れなくなる、ハンドルが重くなるなどのデメリットが目立ちます。なので前後同型となっております。その代わりフロントサスペンションがリアサスペンションより複雑な作りになっているものが多いです。そしてエンジンは後ろに積んである 3B20660cc の3気筒ターボとなっております。このエンジンの特徴としましては、エンジンのピストンの内径と動く量が同じスクエアストロークになっているというところがあります。最近の軽自動車に多いロングストローク型、ピストンの内径よりも動く幅の方が大きなエンジンよりもエンジンがよく回るという利点はありますが、低速トルクや燃費の面ではやや不利となります。なので低速トルクを補うためか最初の i は全てターボ車でした。では前席に乗っていきます。ドアは80度ぐらい開きますね。乗り込みは車高が 1600mm あるだけあってストンと乗れます。で、ステアリング周りなんですけれども、チルットやテレスコといった機構がついてないですね。上級グレードでもついてないというのがちょっと残念ですね。こういうスペシャリティっぽい系ならチルットは攻めてほしかったかなと思います。なのでシートの方を合わせていく必要があります。シートリフトはついてますので上げていくとここぐらいまで上がります。で、一番上まで上げた時もある程度頭上空間に余裕がありまして視界も広く見渡せますね。なので座高が高い方でもかなり乗りやすいのではと思います。またですね、シートなんですけれども表面は結構のっぺりした質感なんですけれども、いざ座ってみますとですね、座面のフィット感がすごく良いですね。膝
膝裏の部分をちょうどよくホールドしてくれるのがすごく良いですね。また背中のシートバックの部分なんですけれども、こちらもですね、腰の部分とですね、肩甲骨の下あたりをぐっと支えてくれるので、背骨がすごく支えられている感じがします。このシートの良さは意外でしたね。走行した時にこれがどのような効果があるかというのも検証していきたいと思います。では助手席乗っていきます。助手席の座り心地はですね、運転席と変わらずですね、調整機構はリクライニングのみとなってます。まあ日本国産車全般に言えますけど、助手席にもシートリフターついていたらいいなと次回紹介予定の車に乗っててちょっと思いました。続いてフロントドアのトリムですが、基本的にですね、全てプラスチックになっております。ただ色のアクセントは薄いグレーとダークなグレーのアームレストの部分とドアノブの濃いシルバーと分けられてはいますね。そしてデザインは外装と同じく丸をモチーフにした形となっていて統一感があります。ドリンクホルダーがあればよかったなとちょっと思いますね。ステアリングですが、まあ、2006年頃のモデルなんでしょうがないんですけども、ステアリングスイッチなどはありません。でまたですね、この中級グレードでもウレタンステアリングになってます。そして懐かしい装備としては、右下のところにカード入れがありますね。でワイパーやライトのレバーはですね、後の EK ワゴンやデイズに転用されてますね。こちらエンジンをかけますと、当時おなじみのオレンジライトバックのメーターが出てきます。左から燃料計、中央タコメーターとデジタルスピードメーター、そして右側にはトリップとオドメーターとなって、まあスタンダードの配置となっております。で初めにのところでも出しましたけれども、こちら走行距離がですね10万6000キロというところで、かなりのフルツアーものとなっております。ただ走った感じはすごくしっかりしておりましたので、三菱は重厚ということとオーナーさんの手入れがしっかり行き届いている個体だと思いますね。さてインパネセンターの方にはですね、ナビではなく純正の CD プレイヤーがついてます。で時計もついてますね。なかなか時代を感じさせる装備ではありますね。そして大きなエアコン吹き出し口の中央にはハザードがあります。これ押した感じも結構良くて良いのではないかと思います。で下の禁煙ステッカーはレンタカーオプションとなってます。そして中央にはオートエアコンがついております。 i は全グレードオートエアコンだったはずです。確か廉価グレードもオートエアコンのはずです。でこちら面白いのは風向、風の向きがオートにできる、そして風量の方も別途オートにできる、そして外気と内気の切り替えのマークが i のマークになっていると、なかなか面白い構造となっております。ただオートの精度についてはまたちょっと走行編で触れますが、あんまり正直良くなかったところがあります。で左側にドリンクホルダーがついてます。で右側は何かというと小物入れになっております。灰皿じゃないよってマークがありますが、タバコを押し当てた跡がありますね。でその下にはアクセサリーソケットがついております。さらにその下にはセンタートレイ的なものがついてますね。でその上のセンターコンソールにはドリンクホルダーがついております。でこちらのセンターコンソールかなり高いですね。フロントシート下にガソリンタンクがあるセンタータンクレイアウトを取っているためかもしれませんが、まあ、結構絶壁な感じとなっております。そして4速 AT は軽自動車では珍しいゲート式のシフトとなっております。1速以外がホールドできるモードがついてますね。そして中央にはハンド式のサイドブレーキがついています。シートの幅に余裕を持たせるためか、センターコンソールはかなり細身になってますね。そして助手席側にはオープンになっていて、なかなか深めなトレイがついております。横には引き出し式のドリンクホルダーがついてまして、その下にはグローブボックスがついてますね。オーソドックスな構成となっております。インパネの色使いは上がダークグレー、暗くなりがちな足元はライトグレーと、かなりポップでキャッチーな2代目インサイトみたいな色合いで私は好きです。ただ前者ターボ車というところとスタイルから受けるスペシャリティな感じからすると、この中級グレードの M でも本革巻きステアリングがあったりとか、ソフトパッドのところかなんかファブリックのところがあっても良かったのかなとちょっと思っちゃいましたね。
あとはマップランプがないのに驚いてしまいました。では鉱石に乗っていきます。ちなみにこの黒い丸いやつはエンジンの吸気口となっております。乗り込みは結構しやすいですね。座った感じもなかなか座れるなという感じですね。シートの座面はですね、フロントシートほど硬くはないんですけれども、程よい硬さとなっていていい感じですね。またポジションは前席より高く座らせるシアターレイアウトになっているので、見晴らしはすごくいいです。ただ座面がちょっと短いことと、シートの下に足を入れていくとガソリンタンクが当たっちゃうので、少し膝が持ち上がるポジションになってしまうのが残念ですね。小柄な方なら問題ないと思うんですけれども、ハイトワゴンのように背が高い人でもゆっくり座れるという形にはなってないのが惜しいところです。でリアシートなんですけれども、起こしますとほぼ直角の状態で立ちます。でこちらからですね、まずは1段階リクライニングをします。でそしてですね2段階で、さらにもう1段階、全部で3段階のリクライニングをするようになっています。このリクライニングできるポイントはすごく良いですね。でリアドアトリムですけれども、フロントとほぼ変わらず、小物入れがなくなったぐらいですかね。リアシート周りですけれども、ドリンクホルダーなどがないのがちょっと残念ですね。コンビニフックやリアシートポケットっていうのもございません。後席の乗員に対する愛がないという、うまいこと。そしてルーブランプは今でもよく見る形の豆球タイプのものが一つついております。では荷室見ていきます。三菱マークの下に開閉スイッチのボタンがありますね。買い物カゴは横置きであれば1個余裕で乗りますね。何も乗せていない場合の荷室はこのようになります。エンジンがあるせいか、かなり広い荷室となっておりますね。横向きのカゴを詰め詰めにした場合ですけれども、これを2個乗せるのはちょっと厳しそうですね。奥行きはかなり余っているので、縦にしてみると入りそうですね。これで閉まるかどうか試してみます。あ、閉まりました。はい、縦向きだと買い物カゴが2個置けるということが分かりました。なので旅行カバンなどの荷物も4人分軽々と乗せられるのではないかと思います。じゃあ荷室の分少しリアシートに回したらと思いますが、このようにエンジントランスミッションが入ってますので、このスペースはどうしても必要となってしまいますね。続いてリアシート倒します。これですね、リアシート倒すとき腰の部分にあるレバーを倒さないと倒れないですね。シートを倒しますとこのような形でフルフラットになります。エンジンの高さがありますので、何もラゲッジボードなどなくてもフラットになりますね。ただ縦方向の高さはないので、ハイタワゴンほど物が積めるというわけではないです。ついでにエンジンカバーなんですけれども、ものすごい分厚い防音材が使われております。これ乗った時にエンジン音がどれぐらい入ってくるかっていうのは、まあちょっと気になりますね。というわけで荷室を見てきましたが、基本2人で乗るんだったらこの荷室のサイズは非常に広くていいのではないでしょうか。リアシートを倒せばすぐフラフラットになるので、ホームセンターなどで何か大きめのものを買うときも安心だと思います。あ、ちなみにパンク修理キットなんですが、右側のタイヤハウスの上の蓋を外すとジャッキなどが入っております。最近でこそこういう収納方法が増えましたが、この当時では結構ここにパンク修理キットを置くのは斬新だったのではないかと思います。スモールロービーム、ハイビーム、ウィンカー、ハザード、スモール、ブレーキ、ウィンカー、ハザードかな。はい、ただいま一般道で走っております。で発進ですけど、まあ、3000回転ぐらいをキープして、まあ、ある程度スピードが出てきたらストンと2000回転ぐらいまで落とすっていう感じの発進の仕方をします。
でこちらもターボなんでですね、すごくトルク感はあるので、走るのは、まあ、今上り坂ですけど楽ですね。なんでまあ同じエンジン使ってるデイズルークスのターボと比べるとだいたい700回転ぐらい上使ってるかなっていう感じの走り方です。で、ミッドシップなんでフロントにエンジンがなくて、フロントが結構軽い車となってますね。ただまあ街中だとまあハンドルが軽いなーっていう、こういう道だとハンドルが軽いなーっていう感じがしますが、うん、どうなんでしょう。まあ電動パワーセですごい FF 車でもハンドルが軽いやつっていうのはあるので、なかなか、うん、ミッドシップだから軽いっていう感は正直この道ではあんまり分かんねえなっていうところがありますね。で、まあ、街中こういう速度域で乗り心地ですけど、まあ硬くもなく柔らかくもなくっていう感じですね。うん、ガーンっていう感じはあんまり受けないので結構好印象かなというところがあります。まあ、ちょっと狭い道にやってまいりましたが、あ、まあ意外とですね、まあ、卵型のワンモーションボディなんですけど見切りとかはいいです。というのもですね、フロントなんですけど、まず長さが短いのでだいたい間隔がわかるっていうところが一つとですね、両サイドも結構垂直気味に立ってるので寄せやすいですね。ミラーの形的にもボディの横がよく見えるので寄せるのはすごくしやすいです。ということで意外とこういう狭い道走るのも OK って感じの車でした。あ、こういう急なカーブを曲がると軽いな、フロントの軽さを感じますね。で、荒れた道にやってきましたが、まあ、ある程度の段差までならいなしてくれるっていう感じですね。あんまり大きな段差に乗っちゃうとガチンってなっちゃいますけれども、まあ頑張ってる感じの乗り心地だと思います。まあ、こういうちょっとこう継ぎ目、橋の継ぎ目みたいな段差だと、まあ、結構ガチンときますけど、まあ、まあただすごいガンガン段差で衝撃が来るっていう感じの乗り心地ではないです。なんでまあやや固めというところで結構好印象ではありますね。でブレーキはまあ踏んだ分だけスーッと効いていく感じで、まあ、好ましい感じですね。であとちょっと気になるのはオートエアコンなんですけど、なんか制御がバカだな。暑くなったり寒くなったり結構極端ですね。20度設定にしてるんですけど冷風が出てきて寒いなと思ったら暖房が出てくる、熱い風が出てきてっていう感じです。でまああと荒れた道だとやっぱ、うん、まあ荒れてくるとロードノイズがある程度しますが、まあ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 これだけ荒れてればしょうがないだろうって感じの音ですね。というわけでいつもの山坂道にやってまいりました。まあ、ミッドシップレイアウトでターボということでどういう走りをするのかっていうのがちょっと気になるところではあります。まあ、こちらの車、まあ、ミッドシップなんでフロントにエンジンがないということで、うん、まあ、鼻先はすって曲がる、すっとコーナーに入っていくかなという感じがしますね。多分、うん、あの軽い電動パワーステの FF 車と比べると、まあ、最後まで軽く
頭が入っていくなっていう感じがしますね。まあただ重いものが後ろにあるので、あんまスピード出してこう突っ込んでいくと、なんか後ろがこうズズって滑っていったりするとは思うんですけど、まああの全然普通の街乗りスピードで今走ってますので、そういうところの感じはなくて、まあスルーッと入っていって、でハンドルもスッて戻ってくる感じがすごく面白いですね、うん、ではですね、高速道路にやってきましたので、まあ、全開加速などなど試していきたいと思います。じゃあ合流します。で、目いっぱい踏み込むと、6500ぐらいまで一気に回りますね。で、アクセル離すと4000回転ぐらいまでで、ロックアップかけてるのかなっていう感じになります。で、120キロ巡航ですが、ちょっとハンドルが右に左に小刻みに動くかなというところが少しありますのと、ちょっと足元からコト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 っていう感じの振動がしますね。まあ、この車今10万6000キロ走ってますので、そのあたりの車齢の関係によるものかと思うんですけど、まあ、ボブルみたいな振動が来ますが、まあ、そこさえ慣れれば結構楽ですね。なんでまあフロントが軽いからか、ちょっとこうハンドルはゆらゆらっとしますけど、巡航自体はそんなに苦じゃないです。はい、結構ペタッと走ってる感じがしますね。まあ、今トンネル抜けて高い橋の上ですけど、そんなに風の影響を受けたりっていうこともなくって、普通に走れますね。エンジンもですね、力強くて、この速度域から再加速する時もきっちりパワーが出てきてくれて非常に楽ですね。まあちょっと100キロぐらいに落としますが、ああまあ全然十分走れますね。で、追い越し時も視界は良くって、うん、力強く走ってくれますね。で、乗り心地なんですけども、まあそんなにあの硬くも柔らかくもなく普通っていう感じ。ただまあ惜しむらくはちょっとエンジンノイズがっていうか、まあ、ロードノイズとエンジンノイズが結構するなっていうのは高速道路でもありますね。エンジンが後ろにあるから音入ってこないかなと思いましたけど、やっぱ結構後ろからでも音が入ってきますね、これは。で、あと流線形ですけど、結構サーっていう風切り音もするので、なかなか、まあ、あの車齢が結構いってるので、防音材とか制振材とかがちょっともうやれてるかもしれないところがありますが、まあでもこの出来のいいシートと相まって巡航するんであれば結構快適というか、まあ普通に高速も走れる感じの動力性能だなと感じましたね。今回 112.2 キロ走りまして、 7.5 リッター給油で燃費は15キロリッターでした。ターボで車重 900kg 超えで4速 AT ということを考えると十分いい燃費だと思います。この車のいいところなんですけれども、やはり MR レイアウトによるハンドリングの良さですね。山坂道などでもそうだったんですけれども、ちょっと動画で取り切れてなかったんですが、本当にすごい昔ながらの住宅街みたいなところでハンドルをくるくる切るようなところ、本当にスパスパッとハンドルが切れていきますので、すごく走るのが楽でしたね。なんで京都の真ん中あたりの5番の目みたいになっているようなところだと、すごく快適に走れると思います。
またですね、期待してなかったんですけれども、シートがすごく良かったです。座面の硬さも良かったですし、何よりシートバックが腰椎、腰の部分をですねしっかりサポートする形になっててくれたのが非常に良かったです。2代目 EK ワゴンのシートも良かったので、このあたりは三菱の良さなのかなと思いますね。でちょっとネガな点としましては、エンジン音がですね後ろから結構入ってくるなっていうところがあります。経年劣化によるものもあるかもしれないですけれども、スポーツカーならいいんですけれども、スペシャリティカーっぽい形をしているので、そうすると静けさを求めちゃうところがありまして、そのあたりがミスマッチかなとちょっと思いました。それに合わせてですね、外観ほど内装はスペシャルじゃないなっていうところを感じましたね。インパネ等の質感はハードプラでかなりシンプルですし、リアシートには収納などがほとんどない作りとなっていたり、ハンドルも調整機構がないというところが残念ですね。あとは初代デイズに搭載されて品質良かったエンジンなんですけれども、2500回転以上でしっかり回せばちゃんとパワーも出るというところで、すごいフィーリングのいいエンジンでした。なのでデイズシリーズも無理にモード燃費を上げようとせずに、この i みたいなセッティングにしてれば良かったのになと思いますね。 i のターボで今回15キロ実燃費出てますので、デイズもそんなに変わらない燃費になったと思います、実燃費の方は。では今回 i を見てまいりました。でこの車ですね、正直あんま売れなかったのが残念なんですけれども、今回乗ってみて感じたのは、やはりスペシャリティな外観に対して内装などが普通だなというところがありましたね。今回お借りしたのはターボグレードでしたが、発売から1年しないうちに NA グレードが追加されまして、ハイトワゴンと同じマーケットで戦うということで、やはり内装などにはコストかけられなかったのかなと思いますが、ワングレードぐらいノートーラみたいな豪華グレードがあってもよかったのかなと思いますね。それでも売れ行きはほぼ変わらなかったと思うんですけれども、伝説のグレードとして今でも好きな人が探すようなものになったのかなとか考えちゃいますね。はい、というわけで今回は三菱の i の試乗レビューをお届けいたしました。ご覧いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。